AUD USD ですね、下によると出てきました。これ分かんないな、また上昇するかもしれないんで、あの一本しか打てなかったですね。これで、こう上がったんだろうね。こうですね。勝ちましたね。終了。じゃあ次の準備に取り かかりましょう。これでまた待ってすぐ打てるようにねしていきます。勝ちました。36,800円ですね。販売用先生です。ですね、この販売用先生のインジケートはね、スペシャリスト社の私なんかでは最もいいインジケーターなんですね。で、普通の人だったらまあ破産してしまうよと、ほとんど勝てないでしょうと、使えないでしょうということですね。で、ただね、使わないでスペシャリストが稼ぐツールっていうのを持ってみたいとかね、使わないで持ってみたいとかね、いざね、自分がスペシャリストにレベルになったら使おうかということでね、1万円で提供ということなんですよ。それでただね、前売り、予約で1000本売れないと1万円で売れないというのは、1本とか2本で1万円で売ったらね、真似する人が分析してね、同じものを作ってしまう人がいるんですよ。そのために、また転売とかしてしまってね、それでね、ですから1000本はまずは取らないと、ね、このインジケーターの著作権ね。でまた、10万円だったら100本ね、売れてないと表記しないということで考えたことなんですね。まあだけど本当に欲しい方がいたら別に問題ないわけですね。ね、そんな欲しくもないね、1000本も売れないとか100本も売れないとか言うんだったらね、欲しくない人ばっかしなんだから、うんね、売れなくて、いや、そういう売れないということになっちゃうね。まあ、それは周りの状況ですね、使いたい人ね、また持っておきたいとかいう人たちのためですね、それだけになりますけどね、そういう理由ですね。徹底してね、買わないで盗みで仲間内でね、やって作ってしまって著作権取るというのが現状がほとんどなんで、売るときになったら1回目はもう売るときにはもう1000万円以上、ね、こっちに入らないと著作権のね代が回収できないね。だって今もだからたくさん売れたっていいでしょね、多く使ってまたね、ということですね。そういう説明をちょっと